ヘリエキスポ2007で展示された RR300 ロールスロイス RR300 は軽量ヘリコプター市場向けに開発されたタービンエンジンである。出力はリリーク時 300SHP で RR300 は商標を変えて出力を減らしたアリソン 250C20 である。250C18 型は1965年に認証を取得した当時出力水準は RR300 と同規模だったが、その後40年が過ぎ、その間、改良が重ねられ、より効率化され、出力も向上した。250C40 の総圧縮比は9.2、1で、空気流量は6.1ポンド、S で出力は 715SHP である。RR300 は 250C40、47から、 延伸式圧縮機を小型化して燃焼室とタービンは 250C20 型と似ており C20 の複合式6段軸流、単段延伸式圧縮機を備える RR300 は250型から外観と配置を受け継いだ RR300 は第2段階として低出力仕様の出力 350SHP の 250C20 型として1987年の アリソンモデル225から20年の月日を経て開発された。新しい5隻仕様のロビンソン R66 軽量ヘリコプターは RR300 ターボシャフトエンジンを装備し、ロビンソン車は元は標準型の 250C20 を使用していた。ロールスロイス車は同様にエンストローム MD ヘリコプターズローターウェイト、 シュワイザーと将来の RR300 の搭載について協議するため了解覚え書きに署名したと発表した。2013年3月、エンジンはスコッツベル 47GT-6 の動力に指定された。47GT-6 は 47G-3B-2 への基本設計を踏襲し、現在、ベル47型の認証を保持する。 スコッツベル47によって生産される FAA の RR300 の形式認証は量産に先立ち2008年2月に取得された一般的特性構成要素性能出展ロールスロイスありがとうございます